ちゃった。でもなんか視聴者数はそのまま、あ、戻ってきた。私もです、戻ってきました。皆さんちょっと一瞬リハーサルをしてきました、私とマチャリン。じゃあごめんなさい、本当にマチャリンと私ね同じチームなんですけど、同じチームなのをすっかり忘れてまして、うんうん、A 呼ばれたんですよ、うん、じゃあ、ま、行ってくるねマチャリンって、ね、A の曲言われてこの曲やります、え、え、ね、なんか繋いでとか言われてて、え、私も私もでしょ、ちょっと待って待ってそうだって思っててまだまだあるなって思っちゃったの。だからやるんだろうなみたいな、え、叫んだんですよ、ドッキリかと思って、私もやるんですよ、マジ。それでね、あのね、あ、マチャリン呼ぼうだと思った、やばいごめんってね、ヘラヘラしてね入ってったらね、うん、A が真剣な顔してて、すいませんってなって、私も、あ、もう、うん、A はもう、もうみんな真剣な顔してた、だからびっくりしました、一瞬で私も真顔になった、一瞬、うん、あ、やばい、もうみんな待ってるって感じ。え、ま、私たち待ちではなかったよ、スタッフさん待ちだった。あ、そうですか、うん、大丈夫、びっくりしました、もうもう本当にもう A の曲やるから行ってきます、私もお願いします。もうでもこの後もまだ ね、あると思うけど、はい、でもどうなんだろう、そんなにある、あ、もうちょっと経ったらある、うん、ありますね。え、ちょっとミュートして、あ、ちょっと待ってください、はい、します。え、外せ、あ、来た、たまに画面さ触ってもね変な時あるよね、もうめちゃめちゃもうちっちゃいからそれがちょっと難しかった。わかる、ミュート機能があるのが今みたいなありがたいんですよ。あ、もうありがたい、ミュート機能本当ありがたい、もうファンの方に申し訳ないんですけど、なんかさ前ね、私実家だから、はい、実家で配信してた時にお料理配信してたら、はい、あのパパが帰ってきて、パパがリビングで話してたの普通に、はい、そしたらバンされちゃったことある、男の人の声だからって。ああ、そうですね、家族でもそうダメみたい。でもパパにさ一言も喋んないでって言えないじゃん、私が配信してるから帰ってきたのに言葉発さないでみたいな、確かになんかそれ悲しかった。その時ミュート機能とかなかったんだよね、まだ。え、なんか途中からできたよね。そうです、結構今年そうだよね。じゃああれだ、ショールームもどんどん進化してやりやすい環境になってるね。ありがとうございます、感謝ございます。とかその放送なんか午後5時だよみたいななんかあるんじゃないですか。それもそうですよね、わかる。その地元バレちゃう、自分が住んでる場所バレちゃうとかちょっとあるよね。さっきね、なんかさっきありがたーはもらったんですけど、リハーサル行ってて今帰ってもう一回配信したら1位の人なんじゃない、ん、1位にいる人なんじゃない、くれたの。でもいや、ギフトはもう更新されてるので多分ランキングも
いやランキングは多分ね更新されてないよ。あそうですか。うん、あの視聴者数とランキングはそのまま。あそうですか。あもしかしたらひろきちさんからありがたばいただいたかもしれないんです。ありがとうございます。家に帰ったらまた書きますね。とあのたまさんからタクをたくさんいただきましてありがとうございます。今ありがたいことにマジェリンが2位です。ありがとうございます。ちょっとね、今回リハーサルの合間にやってるので、はい、うん、ちょいちょいミュートにしちゃうと思うんですけど、はい、皆さんすいません。ちょくちょくその配信行ったりして、うん、あとレッスン行きに一瞬ショールーム切っちゃったりもするんですけど、うん、ちょっと合間で頑張りたいと思います。お願いします。いつもさ、え、メイクしてる今？一応アイライナー引いてました。あ、一番大事なとこアイラインなんだ。はい。え、アイライン以外はやってない？眉毛もうちょっと描いて。あーね、他のはやってないです。逆にね、私逆にアイライン最終かも、なんかメイクにとって。でも目の形変わるんじゃないんですか？それが一番、自分の目の形あんまり好きじゃないのでアイライナー引いてちょっと垂れ目に。一番何が一番大事ですか？いや、なんか5分しかメイク時間がないですって言われたらコンシーラーとリップ。あ、はいはいはい。本当に私唇塗らなくて、リップが、リップ塗るとさ、まあなんか血色、と眉毛の色かな。私髪明るいとさ眉毛浮いちゃうの嫌なんだよね。あ、はい、それはわかります、わかります、うん、そうですよね。眉毛、私今髪の毛は結構暗めだから大丈夫ですけど、うんうん、確かにあの眉マスカラ持ってるとか聞かれたことあります。そう重要ですよ眉毛は。確かに今マスクしてるのでその問題がないんですけど、うん、どんな質問？男性の声入っちゃいけないっていうショールームのルールがございます。え、スタッフさんはどうだっけ？スタッフさんもバン？ダメ、ダメです。全部ダメです。わかんないか、スタッフさん。今まで唯一 OK の人は、うん、あの、ひろさん。え、なんで？わかんないんですけど、普通に、しかも映ってるんですよ。映ってるんですけど、大丈夫でした。まあ、私のルームではないんですけど、なぜか唯一でき、唯一 OK の人は。なんで？他のは全然全部ダメです。もう有名になっちゃってんの。あれ？あ、ここ予約してない？ここだよね。してます、してます、してます。私予約しました。10時まで。ちょっと待ってください。ひろきちさん、また、こまたはありがとうございます。2個目、こまちゃんもたくさん。ありがとうございます。星もいただきました。感謝、めちゃめちゃ感謝してます。家に帰ったら iPad 書きますが、ちょっと待ってください。あら、予約？あ、大丈夫、大丈夫。予約は実施してますよ。10時までです。誰ですか？ミュートする？大丈夫でした皆さん。嬉しい。ひろきさんありがとうございます。たくさんいただきました。今回は絶対にクッキング選抜に入りたいんです。頑張ります。チュルチュルチュル。感謝、めちゃめちゃ感謝。じゃあ結構なんかみんな配信始めるってことは意外に時間あるってこと？なんの？でもいや、出る曲によるんじゃないですか、ね、多分今ちょっとバーテリーしてるんじゃないですか。だから多分、確かに多分あの曲始まったら多分まだバタバタするするね、それはするね、さすがに投資はさすがに集中します。それはさすがに怖いんですけど、今日初めて投資をやってます。やってます。ふうさんもたくさん欲しい、ありがとうございます。欲しいいただきました。投資
怖いんですよ今日の当時。明日はもっと怖いんですけど。待って、もう私明日は何の曲あるかもちゃんと把握してる。だからなんかどの曲がどのコンサートなのか分かってない、うん、そうですね、そうです、その通りです。リコーはまだ分かりやすいじゃないですか、うんうんうん、イメージがあるので。でもかなり正直把握してないですね。なんかさ一曲一曲リハーサルやってるんですよ、うん、だから、うん、なんかあこの曲新チームコンサートだったのかみたいなさあこれはゆきりんさんコンサートかみたいな感じです。待ってジェイさんくまちゃんタワーありがとう、優しい。ちょっといつ行っちゃうかわからないのでタワーのお礼はもう先に。スクショタイムですか。そう、あでも全然喋ってて大丈夫よさっきみたいなのがもう変なこと言っちゃったジェイさんお料理頑張るね、くまちゃんタワーありがとう、優しい。イエイ、この顔見に行きます、ありがとうございます。ジェイさんまたくれた、ありがとう、優しすぎ。ありがとう、ちょっと待って、ありがとうございます。あ待ってこれあれじゃん、 J って私もうこれになっちゃう。 J イコール AKB はもうこれじゃない、ん J イコール J イコール AKB のことやるね。てやちそれだと思いました。あそれだと思ったてやちディア K やってたんじゃないですか。そう、私ディア K やってました。ディア K 全国握手会に初めは気づかなかったくらい、誰かわからなかったくらい、あの日のレディ素敵なレディ生まれ変わってた、もう二度と離さないくらい。意外に踊れる。ありがとう。なんかさ、はい、錯覚がさ、はい、もうなんかずっと同じ曲が流れてるように錯覚する。違う曲なんだろうけど、私が出てる曲がずっと流れてるような作曲。これめっちゃ聞こえない？あ、わかります。え、ずっとこれ聞こえてるよね。え、何？さっきから。なんかドンドン。そう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 。わかります。めちゃめちゃわかります。そういうことが、あ、そういうこと。はい。ありがとう。なんでしょう。なんでですよね。何なんだろうこの現象。夜配信します。リハーサルが終わってから。でも何時にリハーサル終わるか分かってなくて、予定だったら。9時から配信できるかなって気持ちだったんだけど、多分9時は無理ですね。しかもスケジュール9時は普通にまだ踊ってたんですよ。踊るんですよ、その今日のスケジュール。え違うよ。え8時半じゃない、もともと。まだあるんですよ。えあのこれの全体あるんですよ。あそれはやったことない人でしょ。A メロ、B メロの話も多分マジ？多分全員です。へへへ。なんか全然無理じゃん。9時、そうですよ、無理ですよ。スケジュール書いたのが10時までですよ。え、そう。そうですよ。え、じゃあ今やっててよかった本当に。そうですよ。ね。そうですよ。びっくりしました。ラララら。じゃ あでもやります夜。うん。私もいつ家に何時くらい家に帰れるか分かんないので今とりあえず。でも。普通に今日10時終わるので、あのもともとあのスケジュール上だから、もうそもそも配信するのもほぼ無理。確かにね、みんな言ってたね。なんかさ、はい、このイベントめっちゃ嬉しいし楽しいんだけど、そうもうちょっとだけみんなが時間できる時があったらよかったね。1週間前ならもっとゆっくりできたの。わかるね。1週間前は逆になんでこんなにゆっくりなのってぐらいゆっくりじゃなかった。そう不安だったんだけど。そうめちゃめちゃ
1週間前のシティハーサル本当にリハないですかみたいな。そう、映画めちゃめちゃ遅いから。あ、だからか、他がゆっくりやり始めた、ね、そうです。映画ありえないくらい遅くて昨日、うん、なんか今日投資ですけど昨日やりました。チームが披露する曲結構なんかみんななんかいろんな日に少しずつやってたんだけど、そう A は1日にほぼ全部バッてやったよ、ね、しかもやってない曲も、うん、あるある。そうです、そうです、やってない曲があるんですけど、この後倒しです。そうですよ、だから私もしかもそのチームだけではなくて、私も昨日チーム以外の曲もやったんですよ。だから、うんうん、昨日本当にパンパンでした。わかる、うん、昨日なんかさ A だけでも何曲やってて、ね、めっちゃ疲れたよね。しかもなんかね、くねくねするダンスが多かったんですよ。くねくねするのってめっちゃ疲れない。まあまあ、うん、私すごい腰痛かったんだけど昨日腰使いすぎた。もう昨日ねパンパンでしたし、いやみんなで頑張った。ほんと1週間前全然余裕でした。うん、めちゃめちゃ逆に余裕すぎて怖い、本当に怖いと思います。私も、うん、なんかさリハーサル自体はあるんだけど、うん、その AKB ではでもコミさんのリハーサル参加する楽曲のリハはないですねみたいな日が多すぎて、うん、で私のリハーサルはどこってなってた。私休み本当にいいの、みんなリハーサルしてる中みたいな。わかります、なんかメンバーのツイッターとか見てて、うん、またリハやってる、え、私はえわかるわかるとか思っちゃうんです。でもなんか今日投資やって、うん、大丈夫だった、うん、なんかいや自分にとってまだ不安なとこあるけど、あ、うんえ、この曲出んのみたいなのはなかったよね、ちゃんと。どういうことですか。なんかさ、え、小山さんこの曲出ますよみたいな、え、知らなかったみたいなのはさすがになかった。今までありました、そんな逆にありましたか。怖い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 。え、でも MC とかない、え、私ここの MC 出んのみたいな。あ、それはあります、それはあります、結構 MC ならあるんですけど。じゃあ待って、これめっちゃ寒くない？うん、感じました。ね、だから小さく、さ、半袖じゃん、マチャリン。そうです、絶対寒いっしょ。風量少なくしよう。 あ、ごめん、今日だった、今日。ああ、週にしましょう。そりゃ寒いわ。週にしましょう。ちょっと一瞬マネージャーさんに進行を聞いてきたいので、はい、マチャリンちょっとあ、ミュートします。それとも一瞬、うん、する OK、 ミュート外しました。さっきはね、ミュートしましたって言ったんですけど、ミュートしてる？2回目聞かれて、早く言ってくださいって言いました。もうお邪魔します、コミンさんのファンの皆さん、マチャリンです。コミンさんが今ね、聞いてるんです。今とこの辺でも私も気になります。でもまだ音楽流れてないので、多分もうちょっと音楽流れたらもう行きます。さすがに、うん、順番もね、曲順とかも正直ちゃんとは 100% 把握してないんですけど、大体は把握してるんですけど、 100% 把握してるわけではないから、それはちょっと怖いんですね。もうマーチャリン、こんにちは、ありがとうございます。すごいめちゃ忙しい。あー、まだまだコミさん、なんかまだ帰ってこないで。マチャリンだ、マチャリンですよ。皆さんすごい、私今携帯2台持ってて3日間コンサート楽しみにしてます、ありがとうございます。そう、今はリハーサルがめちゃめちゃパンパンで大変な日です。今日、明日、明後日、
全部大変で、今ちょうどイベント中だからもう仕方なくリハーサルの合間に配信するしかないと思って、そう今やらないと家に何時帰れるかわからないんですし、そう明日は朝から配信します。時間はあのまだわからないんですけど、分かったら伝えますので、明日明後日も明後日もうちょっとゆっくりできるかと思ったんですよ。でもさっき小見さんに教えてもらったのが、あらまあ明後日めちゃめちゃまだ朝配信します、どうしよう、もし5時配信したらどうするんですか。1位が2位が一緒に配信してる、あ小見さん今1位ですか、おおおめでとうございます。あそうですか、私は今2位ですけど、あ、一緒に入りたいんです。なんかね今回は2つの枠があるんですよ、その順位の枠と審査員が選ぶ枠ですけど、でもやっぱ順位の枠は一番安心じゃないですか、審査員はねやっぱ好みとかあるんじゃないですか、なんか好みがあるので、あちょっと待ってください、ちょっと待って、大丈夫、あそうですか、うん私はね、あ行きます、うんまだ行かないけどなんか追加で入った、うん、私はまだ大丈夫、ありがとうございます、私の分まで聞いてくれてありがとうございます、ちょっとね聞いてきました、あのリハーサル状況をお待たせしました、今これがやってる、あーは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 ー、で次これではいはいはい追加で私が入って、うん、でその後は選抜、はいだから まだちょっとまだ全然ある、あの配信できる時間はまだ投資は始まりません、逆に今今日中家に帰れるかどうかわからない状態じゃないですか、確かに逆に進みがね、進みが進んでないじゃないですか、確かに、え進んでなすぎない、今これそうですよ、だから私も今驚いてたの、私たちはってから、そうだって一番最初のブロックの話じゃないですか、うん、あでもあれかも次のブロックかも、これがやってないだけ、あはい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 、あはいそう、逆にこれやらないのが ねやりたいね、怖いんですけど、すごくない私たちこれとかあれでわかる、そうこの関係性これとかこれファンのみんな絶対わかんない、しかもこれじゃないんですよ、私たちこれで指してたの、これで何でしょうこれで何でしょうピース使う曲かな、全然関係ない、なんかチームとかまだ分かるんじゃないですか、これって何なんでスイッチした、曲名じゃないんじゃないですか、これは曲名じゃない、全然曲名じゃない、全然曲名じゃないんですけど、すごいですね私たち、イエーイ、もうなんか AKB ってさ、はい、AKB 独自で分かり合えること多いよね、多いです、それは分かります、中身はまだ内緒で皆さんお楽しみに、てか待ってこれからね、落ちね、はい、ごめん、はい、テンション上がりすぎて怖がらしちゃった、びっくりしてました、これからねあのなんか嬉しい、はい、ことあります、そうリハーサルまだやってないからどうなるか分かんないんだけど、はい、すごいね楽しみだね、演出が加わるかもしれないの、私も知ってるものですか、知らないものですか、知らない気がする、これのですか、あこれがこれの曲の、え何、あ違うそれじゃない、え何がですか、私知らない、もうだからねもう武道館コンサートがより楽しみになりました、え気になります、おもちゃ出ない曲私が言ってるけど、え目指してもいいんですか、めちゃくちゃいいんですか、すいませんひな壇じゃないよ失礼な、
外します私も楽しみだから本当に知らなかったんです。武道館コンサート嬉しい。他のメンバー知らないんですけど、あーすごい楽しみになっちゃいました。さらにめちゃめちゃニヤニヤしてるんじゃないですか、コミさん。もうこれは楽しみですね。楽しみ、私も楽しみです。見たいんですもん。なんかどのコンサートも楽しみだけど、うん、特に楽しみなのはある？街3つの中で、自分的特になんか見てほしいところあるなみたいな。曲とかでもいいし、ああ曲名は言えないんだけど、なんです、新チームの中のあります、うんうん、新チームコンサートの方。そうです、新チームコンサートの、あそう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 、新チームコンサートのなんかの曲。わかる、私も新チームコンサートが一番楽しみ。おお、新チームコンサート本当に見に来てほしいの。一番見に来てほしい。うーん、1日目ですよね。うん、まだ、え今まだローソンチケットあると思う。今日何日ですか？まだ間に合います？まだ間に合い、あれ今日までだった、今日か明日まで。そう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 、今日、今日か明日。皆さん、新チームコンサート金曜日なんですけど、見に来てください。よかったら、多分メンバー的みんな楽しみが多いコンサートだと思います。特に見に来てね。隣はマチャリンです。ちょっと離れたところにいるんですけど、お互いマスクをしてマチャリンがいます。マチャリンがいます。てこマチャとさ、エコン一緒に出たっけ？出てないですか？私ね、なんか3日間ぐらいしか出てない気がする。公演がそもそも。なんか2回公演の日が多くて、出る日が。回数はやってるつもりだけど。つもりだけど、日数的にはなんか4日かな。待って、でもコミさん、今はゆずちゃんだけですか？他の、うん、ゆずとチャケ。あー、コミもユズも出れなくて、チャケが出てくれた時ある。あれのやつねえ、小さな庭に急に千織さんと一緒だもんね、はい、マチュリン。ちゃんと私千織さんとめっちゃ出てんだよね、公演でも。確かにコミさん、でもこの前は僕と一緒に出たんですけど、千織はそう、え一緒に出ましたか？皆さん誰が出たっけ、どうだっけ、どう、えでも確かにそう、私マチャリンがユニットリハーサルしてんの見た記憶ないけど、でマチャリン歌うまって思った記憶もある。あれリハー V 見ただけかな、私が勝手に。それとも僕隊、うん、チーム、チーム A、 チーム A の元カレですやった、やりましたよ。それかも。なんかリハ V 見てて、このオレンジの子ユズみたいな、上手って言ったら、それマチャリンって言われた記憶。オレンジの T シャツじゃなかったっけ、マチャリンでもなかった。そうそう、レスン、オレンジのレッスン着持ってないんです誰誰ですか嬉しいんですけど、ありがとうございますと言おうとしたんですけど、私じゃない、絶対オレンジ持ってない、私じゃない誰一瞬嬉しかったんですけど、私じゃなかった、誰ですか、誰だろう。しかも今ダンスの話してて、歌の話じゃない確かに歌うまって思った記憶っていたのにダンスだった、話が会話が面白いちょっと待ってください。シゲタン、タコありがとうございます。タコたくさん、誰だったんだろう、俺にありがとうございます。と、まマッサ、マッサ様さん、マッサ様さんも、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。うわ、え、Jさん、タコタワー、タコじゃない、間違えた、クマタワー、ありがとう、タコタワー、クマタワー、間違えた、結構違います、優しい。え、マッサ様、誰だ、タコちゃんいっぱいありがとう、優しい。オレンジ、オレンジはユズじゃないですか。うん、ユズかも、やっぱ間違えちゃった。一瞬嬉しかったんですけど人違いらしいですもう確かにコミさんとチーム A、 コミ、ユズちゃんはよく一緒に出てる、うん、でも
確かにゆずちゃんがいないとき、なんかブロックが違うんだよね、私とマチャリン。 A チーム B チームみたいな。私 A チームじゃん、そうそう、マチャ B 班だもんね。はい、B 班でした。で、信用きます。どうぞどうぞどうぞ。せーちゃん、ありがとう。かわいい。クマポーズ、これ。クマポーズ、クマタワー。ありがとう。あ、お、これオンプンちゃん、オンプンさんかな。タコありがとうございます。クマとタコ。ありがとうございます。多分ゆずちゃん。うわ、落としちゃった。落としちゃった。新 A 公演最後言ってたのはいつですか。ね、あの前々回のおりんちゃんと千織さんの生誕祭。ああ、私はその次。そうでしょ。そうです、ね、そうなの。やっぱずれてんのよ、私とマチャリン。マチャリンがさ、前回やった時って結局セリ使った？使いました。ああ、私見てないわ。セリまだ使ったことない。でも A でその前の2人の生誕祭では使ってないの。え、もともとその日からの、うん、あ、そうじゃないですか。あ、そっか。そう、だからマチリンたちがセリ初披露だったよ。あ、そ、あ、そうでした。確かに確かに確かに。いいな、 A で早くセリ使いたい。セリ、セリあるとなんか一気に華やぐよね。あ、わかりますね。わかります。華やかにステージがなるから、やっぱなんか大事だなって思う。そのセリ、セリとか照明とか。照明ちょっとあるんですけど、なんか、はい、コンス、あのライブだったんですよ。ライブ感。そうです、それはわかります。ステージってやっぱ大きいなって思いました。はい、セリ、セリ何年ぶりですかね。セリ、え、いつから使ってないっけ。え、マチャリンの時は使ってたよね。マチャリンの時、マチャリンがいる時。はい。え、だってね、なん誰かセリ使ったことないって言ってたよ、メンバー。アドラさんですか。いや、でもアドラさんかな、使ってたと思いますよ。え、誰だっけ。チーム8の新しい子たちかな、じゃないですか。いつですかね、セリ使ってなかったの。コロナから使ってないね。のくらいの時期の寝合っちゃったスタッフさんと。なんこのドアはちょっとあのガラスがあるので外見れるんですよ。うん、ちゃんとショールーム配信中っていう私たちはやつを貼って。ああ、ありがたいです。貼ってるなら。今何時ですか。18時5分。あ、え、意外と配信できてるね。そうです。10分しかできない気持ちで始めた。私もですね。よかったね、やって。やってよかったんです、本当に。よかった。予約できてよかったんです、ここ。よかった、よかった。予約できなかったら、どこで、うん、配信すればいいんだろうって思っちゃうんです。階段のところ。階段、もう行けないよ。行けない。あ、そう、そうですね。びっくりした、行けなくなってて。前はさ、自由に行けたいじゃん、はい、もう鍵ついてるのね、階段とか。あ、でも今ピピあったらできるんじゃないですか。あ、ピピも階段使えんの。わかんないんですけど、できるじゃないですか。確かに。もうさっきから私たちファンの皆さん全くわかんない会話ばっかしてごめんなさい。確かに AKB あるある。え、他になんか AKB しかわかんない、うん、ことあります。でも外のお仕事しててやっぱ、あ、え、あれ、中止め、髪の毛の中止めって何ですか。え、よくやるじゃんメンバー。なんかさ、髪の毛多く見えるから耳かけではなく中だけ止めて、え、やらない。え、じゃあ、あの、説明ちょっと聞いてもいいですか。その説明聞いたら分かるかもしれないですけど、髪の毛の巻き下ろしとかストレートとかしてる時に耳はかけたくないけど髪の毛は少なく見せたいから、中だけこの髪の毛の中をピンで耳かけしてる状態にして上から髪の毛かぶせてみたいな。こうってことですか。それのもう本当にあの今耳かけマッチョしてるじゃん、それが耳かけなくすっていうのの量を減らしバージョン。え、いや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 、めっちゃするんだけど私 AKB の現場で。え、
でこれを外で言ったら分かんないって言われる。あ、耳かけも分かんないって言うよ。え、そんな結構そ耳かけは分かんないでしょ、うん、耳かけ分かんないみたいな。え、止めんのみたいな、ピンでみたいな、普通にこれじゃダメみたいな、か編み込みなら分かるみたいな、編み込んでここは分かるけど、ただ耳かけてる状態をキープっていうのはほんま通じない。おしゃれカンパニーさんだけですね。そういうのもあるんですね。ちょっと待ってください。おまみさん、こまちゃん、ありがとうございます。おまみさん、いやー、でも私はちょっと前に朗読劇出て4人で一緒に出たの。あ、ももちゃんも行ったんですけど、うん、でもう一人の子は元48の子で、うん、もう一人が声優の方、うん、で4人が服をかける時に、うん、なんかよろしくお願いしますとか、あ、いや、かける時にこっち向き、今回が 2の文字、絶対にこっちが正面じゃないですか、2が、うんうんうん、当たり前ってやっちゃってて、うん、で声優の方はやっぱなんかこれはなんか AK48の衣装さんが教えてくれたことだもんね。そう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 です、そうです、うんうんうん、だから当たり前のようにやってたんですけど、確かに一般の人がハンガーの向きとか考えないよね。そう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 、私も入る前に考えたことなかったなって思いました、うん、やっぱ確かにそれは AKB の独特のルールっていうんですかね、うん、そうかも、ね、あとなんか、うん、バス乗って発車するときにお願いしますっていうのも AKB ルールかもね、はい、外の人言わない、バスに乗らない、バスじゃなさそうだよね。でも移動、他のタレントさんはどう、タクシーか自分のマネージャーさんかじゃない。確かに AKB 人数が多いから、うんうん、でもどうでしょう、他のタレントさん前さ、普通に地元のさ、はい、バス、はい、乗った時にさ、お金払う、お願いしますって言ってめっちゃ恥ずかしかったいや、あ、そう思って、でも私もバスに乗る時に一瞬、ね、あと、なんかさ、乗る時はさ、言ったりとかさ、する時あるかもしれないけど、発車する時じゃん、AKB って。発車する時に、そう、発車する時に言っちゃったの、お願いしますって。めっちゃ他に乗ってる方たちに見られた。これは言わないんです。癖です ね、 ね、毎回駅止まって毎回言うんです。間違えましたね。これは可愛いんです、すごく可愛いんです。おまめちゃん、クマありがとう、優しい。あ、高速バスならお願いしますって言う人もいる。言うなって言いました。あ、言うな、言うな、うん、どっちだ、言うなか言うよねか、どっちのイントネーションなんだろうね。え、これイントネ、言うなわら、言うなわら、言わないでってこと、うん、じゃない、そう日本語むずくない、ごめん、日本語下手っぴー、すいません、私も下手っぴ、いや、全然わかんない日本語。そんなことないんです。難しい、確かに高速、いや、でも AKB 独特ですよね、うん、独特。あ、なんか前配信で言ったのが、うん、でもこれは男性の方がわからないか、それとも AKB メンバー言うのかわかんないですけど、うん、なんか口紅乗ってない時に口がないねっていう、あー言うね、口ないよって言います、言いますよね。あ、じゃあ私じゃない、ほらほら、みんな私のこと変でコメントしてたんじゃないですか、ほら神様言うんですよ、言うわ、ほらほらほら、マチャリン口なくないって言うよね、うん、そうです、そうです、その色がないっていうことは口がないっていう、うんうん、そう、ね、これ女の子言うんですか、それとも AKB、だろう、どうでしょう、なんか女の子そんな気にすんのかね口の色ないこと。確かに AKB も劇場公演の時に言うよね。そう劇場公演でマチャリンのリップがないと、マチャリン色なくないもあるけど、口なくないもある。そう口が、ほらみんな、私前配信で言っててもう変人扱いされてたんですけど、いや、そこまでじゃないんですけど、言わないよって言われたんですよ。マックスエイトさん、タコありがとう、いっぱい、あ、ミュート一瞬します。
オッケー。外しました。え、めっちゃさ、この空き時間、空き時間ではないんだけど、私たちできる時間あってびっくりした。え、うん、今急いできたね。意外と10分だけやろうって気持ちでやってる。1時間ぐらいやってない？え、やってる。びっくりしたんだけど。てか多分私たちがないんだよね。あ、いいよ。え、これがない。あーね。え、どれぐらいやった？結構やった？これ全部は出ない、つなぎだけ。え、何個やった？1個。あ、じゃあみんな一緒だ。え、なんでこんな時間かかってんの？確認とか。でも逆に A の、うん、やってなすぎて不安だよね。そう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 、私たちまだリハやってない。ぶつけ投資で。え、K もだよ。あ、本当？そうですか。あ、じゃあみんなそうだ。じゃあのポジティブポジティブ、みんなそう。逆に今日はあの私たちの完璧じゃなくて、あのコンサートを実感するっていう、コンサートのセットリストを実感する日。まあそう、うん、投資はまだやるんじゃないですか。やるやる。そうですよ。だから一回多分なんか完璧じゃなくてもいいって言われてないんですか今日。うん、言われた。多分その感覚を、そう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 。でもさ、なんかさ、曲かかったら完璧にしたい自分いるよね。わかる。うん、しかも周りの人が完璧すぎて自分もちゃんとやらなきゃいけないなっていう。しかもそれ映像残るじゃん。ああ、映像残るさ、振り食いの自分が踊れてないってすごい嫌なんだよね。やばいよね。でもさ、あ、AKB あるあるね。あ、一回曲でやって、おー、できたみたいな。じゃあ次撮りますって言われたら間違える。そう、なんかさ、撮りますってパワーだよね。緊張する。撮りますは緊張だよ。さっきできたとか思う。しかもさ、イントロで間違えたりするとさ、え、もう一回もう一回って思うね。だからあの、じゃあ一回音でやろっかから撮ってほしい、うん、え、わかる。実は撮ってましたって言ってほしい。さっきもう全部使い果たしちゃったみたいな。今なんか AKB あるあるの話をしてたので、あ、そうなんだ。もしなんか思いついたらぜひ。さっきマチェリンが言ってたのは、ハンガーをこの 2? あ、2ね、の方でかけると、外でお仕事するときに周りの人は、あの他の人があんまり気にしてない。やっぱり48グループの人は、うん、いや、SKE とかは、うん、の反対。え、マジ、うん、そうですか。なんで48で違うの。え、わかるようになった、衣装さんが。あ、もう私たちってあれなんだ、あの世間一般的の常識じゃなくて、おそらカンパニーのやりやすいように飼育されてんだ。そうそうそう。 SKE とか NNB は反対なの、うん、私が知ってるのが NGT が同じ。え、そうそう、だから上の方が一緒、上の方が一緒。 HKT とかは逆かも。あれじゃん、地方、関東が一緒で関西が違うみたいな。五大ダムの時にゆいさん言われた。何古代ドームの時に石尾さんが教えてくれたんだって。古代ドーム、あのコンサート、東京ドーム、名古屋ドーム、北海道ドームみたいな。北海道ドームじゃないか、札幌ドーム、札幌ドームの時に教えてくれた。今初めて聞きました、びっくりしました。そうなんです。不安。空き時間ではないんですけど、今曲と曲の間に。そうです、そうやってます。いつでも、いつね、呼ばれる。あ、J さん、あ、くまちゃんタワーありがとうございます。えー、J さん、あ、コミの本じゃない、え、だと思ってる、勝手に違うかも。ありがとうございます。自分の勘違ったらごめん。ありがとうございます。コミを応援はしてくれてる。でもコミにもくれた、ありがとう。今ね、曲と曲のつなぎです、うん、だから別に休憩中とかじゃないんですよね。うん、休憩中ではないんですけど、でもスタッフさんたちが配信は、うん、今いいよって言ってくれてやってます、ね、まさかこんな時間に誰もやってないだろうと思って一応ショールーム見たら何人かやっててさ。結構やってる。えっと思って、はい、びっくりしちゃった。すいません、やってます。いや、全然いいんだけど。私はさ、出る曲があれだったからさ、てかさ、ここがさ、出る曲違うからさ、うん、怖いよね。一緒にやってて、えはいはいとか言って、あ、出番だったってみたいな、怖くない。私もマネージャーさんに託してる、うん、私も託してる。マッチファイトありがとう。え、なんかさっきね、なんかそのチームで順番に呼ばれるかもみたいな時に A が呼ばれたの。だから、うん、あ、マチェリン行ってくるねっ
繋いでてって言ってるマジで配信あの携帯渡されて繋いでてあの A のあの曲出るねみたいなちょっと待って私も怖いめっちゃ必死やんいやあのドッキリかと思っていやマジで今これ本当にやってた近地で焦ってて私も行くよ本当にめっちゃ焦るじゃんで佐野から受けるんで怖かったんですよドッキリだと思って4だと思って4まだまだじゃん順番でやるとしたら、うん、だからなんかまだやるよねみたいな気持ちだったの。じゃあ私とさあれだったらさ私はさもしさ同じ立場だったら、うん、え私もなんだけど終わり。いやもうドア閉まっててもう閉まってて、うん、もう私と携帯2台の状態になって違う私も行くんですよってなってめちゃくちゃ焦る。神さんってすごい聞こえて開けて、うん、あまちゃんもか向かい行った。あればいいのにさ落ち着いて。かったのに向かい行くまでマチャリン一人でここでどうすればいいか分かんなくて分かんなくなっちゃって落ち着いて、はい、しかも私の経営だな私が止めるんですけどあコミのねどうすればいいんですかね優しい焦ってたんですよ。え組閣発表って去年の12月くらいじゃないですか。まあ組閣はもう、うんうんうん、まあ、5月くらいですけど結構近かったんですよ。いやだって私もあるよ。だってコミになんかリセットコアの練習してたらリセット歌っててえリセット出たことあんのこいつって思った。あミュートにしさんのいらっしゃいコミさんの携帯コミさん今不在もうこんにちは。今日はめちゃめちゃもう今日マジカオスなんです。今日もだって2時間押しとかですよ。え今何時ですか。今18時19分おう今日はですね何時からだっけ12時からの予定だったよね。何がですか。あの今日投資あそう私はね今日人によって違うね。私も12時の人です。私は12時からだったんだけど、はい、でもさ、まあ、12時に入りしたんだけど私もです、はい、始まったのが2時とかで。おお、え2時間待ちですか。そうそういうことです。あ嘘あ嘘そう2時とかでなんかみたいなどうしようみたいなあれみたいな。そうなんか曲順あるんじゃないですか。私1曲目です今日の確認。ねこの携帯明るくない？めっちゃ眩しいんだけど。超眩しいんだけど。逆に私めちゃめちゃ暗くないですか？うん、ああ、ごめん。なんか今日は私ちょっと待って。何何ちょっとミュート。ミュートこれさ、立たせてあ、ちょっと、そこにさ、ちょっとそうですね、そこにしとこう。まっちゃんの携帯もっと右にやって落ちここにさ、あ、ギリギリあ、行けました。あ、よかったね、すごい、初めてくらいです、3台。いや、まあ、つなぎだからね、私たち今これそうです、すいません、お邪魔します。すいませんね、曲がバレちゃう。コミズの携帯明るすぎて目がめっちゃ似てる、ね、ちょっとさ、一回さちょっとあ、よくなりました。ちょっとやりました。こんにちは。はぁ、あ、疲れた。本当は6時から投資なんですけど今まだ投資できないですね。1時間半くらい1時間半くらい押しそうそうです。今日はお昼ご飯が出たんですけど、私なんか今ちょっと絞り期間で、お、そう絞り期間なんですけどハンバーグは食べたいなと思ったの。お、ハンバーグだったらハンバーグだけ食べようと思って、はい、そしたらハンバーグあったの。ありましたね。ハンバーグ食べました。え、どうしてあの絞りたいと思ってるんですか。もうコンサートだし誕生日も近いし、あ、う、そうそうそうと思ってね。えらい、頑張ってください。そうなんですよ。確かにコンサートなんか昨日フィッティングした
たんですよ、うん、で詰めてもらって、うんうん、一緒なんか緩いから詰めてもらって、うんうん、コンサートまではもう絶対に太っちゃいけないなっていう、そうだよ、ハンバーグ食べました、うん、美味しかった。もう結構今日のご飯は何でしょう、カロリー高めですよね。高かったね、唐揚げとかもあったし、いろいろなんかガパオ、ガパオ、ああ、ありましたね、ガパオとか5種類ぐらいあって、私はもうあのハンバーグが売れてたので残り2個のハンバーグを1個せこ取って、おー、食べちゃった。おめでとうございます。美味しかったな。そうか、え、なんか筋トレとかやってますか？筋トレはなんかなんだっけ、あの腹筋ローラー、おー、そう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 、あれ、あのこうやってやるのさめんどくさくて私、だから腹筋ローラーでやった方がなんか効くし、めっちゃ効くのよ。あれはだってあれ10回ぐらいやっただけでさ結構くるからお腹に、普通にこれ10回とさこれ10回のとこっちの方が楽じゃん。こっちの方が楽です。やだ、効いてないもんそんなの。これこれねえ、ちょっと取って、これですか、うん、あ、どうぞどうぞどうぞ、ありがとう。確かにこれはクッションがあるのに座って腰痛くなっちゃう。地べた座るのがもう慣れてて、家では。なみちゃん25歳になります。そう、3日に投資リハの時投資リハの時誕生日投資リハ大変。25、え、今24、まだね、まだねまだ24歳。97年生まれですか？そうだよ、うん、一緒。いや96、はい、うん、1個上です、マチャリン。え、日光坂と思いました。いい意味で、いい意味でですよ。え、どういうこと？え、2個年下だと思ってた、ね、はい。なんか誰かと、コミが2個下じゃない？あー、コミさんと同い年かと思いました。そうそうそう、ずっと私マチャリンの1個下。そっか、同期、あのコミさんと同期だからあのなんとなく、うんうん、近いかなと思ったんですけど、まあ、近いですけど。近いね。ね、寒くないこの部屋？22度になってるよ。24度にします。寒くなったら消すね暑いの今？暑い、ちょうどちょうどいい。何も考えてなかったんです。確かに言われたら寒いなと思うんですけど、何も考えてなかったんです。永遠の17度。もうさ、きつくなるよそれ。もうきつもうすでにもう3、4年前からきついです。きつい、はい、ウケるウケるって言わないでください。もうきついよ、言わないでくださいよ。もう17歳はどこ行ったんねえ。永遠の10何歳の時がおキープしたいんですか？え、何、何歳の時なの？私質問決めちゃいない。なんて？キープしたい年とかある？戻りたいってこと？あ、キープ？まあ、何歳が？どうしてですか？21、22ぐらいがなんか一番可愛くない？なんか成人もしてて、でもまだ大人でもないし。ああ、大人ですよ。いや、大人だけどさ、20代になったらさ、まださ、まあ、21とか2だからさ、もはやもう1歳、2歳なのよ。まあでも確かにある意味で、うん、そうですし、学生で言ってもまあ大学生、うんうん、そう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 、21、22ぐらいに戻りたいな。隣はマチャリンです。マチャリンです。これどうやって消すの？あ、これがめちゃめちゃ設定が設定した。 OK です、なんでもないです。何時間もやってる？何時間やってんの？え、でも途中1回切ったんですよ。でも切ってもさ続くよね、1時間経てなかったら。いや、どうでしょう。あ、多分人数が変わんないよね。でも3時間しか配信できないじゃないですか、うん、でも多分あの時間は3時間、3時間なんか無理だよね今日は。普通に無理です。無理だと思うよ多分。だから今こういう時期にやんないと。そう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 、今は配信は若干余裕じゃないですか、曲と曲今つながってるんですけど、うんうんうん、始まったら、投資始まったら、いやでもね7時ぐらいまでやれるかもしれない、この調子だと。
コミが帰ってきて今どの辺までやってるからとか、うん、聞いてね。聞きたいです。皆さんは今何してるんですか。今コミちゃんはですね、リハに行ってます。あ、切れてない。本人不在中でつなぎを任されました。あ、7位まで27,000ポイントってことはもう7人はやってるってことだね。以上。ちょっとね、もうやってるって。コミちゃん今レッスン場にいます。だからもうコミさんではない2人がつないでもらっても、多分これあれですよね、私たちが消えたらバンされちゃうけど映ってればいいみたいな感じじゃない。だと思います。本人じゃなくても。朝配信5時とか、うん、多分明後日は、明後日のスケジュールが出てないんですよね。出てないよね。知らなくてさっきコミさんから聞いたんですよ。明後日結構やりますよ、いろいろ。え1日でしょ、うん、明後日は、うん、私も来てないから。え、私は2曲ぐらいかと思ってたよ。2曲じゃない、ま、うん、わからないです。コミさんがスタッフさんに聞いたらしくて、うん、でも私のところは来てない、そのチームの LINE 来てないので、うん、私もわからないんですけど、うん、さっきいろいろ、じゃあバレないようにちょっと伝えて、私に伝えて、バレないように。投資ある、投資あるよね。なんか、いや、あとで、あとで、何何何、気になるよ。それミュート、ミュートします。667日達成、無事に。ありがとうございます。ありがとうございます。600何日67。え、毎日アイドル目指してます、それとも気づいたら、このうん、気づいたら。あー、かっこいい、かっこいい。え、まつり何日。私毎日配信やってないんです。あ、やってないんだ。はい。へえ、意外。前やってました。うん、あー、先ほどあやなさんとさほうさんは先ほど、え、何時まで1日って。夜わからないんです。え、それは終わり次第。あ、そうそう、終わり次第っていうのがわかんないんだよね。でもショールーム、ショールーム自体は何時までですか。8時。8時、あ、20時。あ、わからないんです、それは。私もら言われてないんですもん。え、コミから聞いてない。でも終わり次第。え、その終わり次第がわかんないので、それが怖いんですよ。誰ですか。せーな、あ、服がめちゃめちゃスイちゃんっぽい。あ、来ます。え、ミート、ちょっと待って、あ、今 配信中で、はい、音バレるから、はい、早く来てください。さっそく配信ですか。配信しようか悩んでて。どうぞ。せーちゃん来ました。でもなんかできそうだよね、今のタイミング。あ、って知ってます。あ、ね、3個あるじゃん。真ん中は誰だと思います。小宮なんで知ってるんですか。だってアミとコミが一緒にやってるの見てたもん。た、たまにマネージャーさんとか見てるからね。あ、そうですか。そうだよ、まあ、この間マネージャーアカウントからお題がコメントしてきて15分、うん、すごいすごいです。コメントで映ってないのにスイちゃんで分かってるんです。声じゃない。声ですね。どおおおね、1日のリハスケ知ってる。朝ファーストしか知らない。言わないでください。ピー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 何時からですか。マジリアル9時とかだよ。何時9時ってことは9時から11時半とかいなかった。その後はさ、投資リハール。でもなんかその日もさ、その日1日もなんかねえやるかもみたいなのは書いてあったよ。うーん、9時からってことってことは8時まで配信して、で3時間で逆算したら5時から配信するっていう。
え、そうじゃん、うん、気持ち悪いです。やめてください。気持ち悪いって、気持ちが悪くなってきました。配信に5時から配信しないといけない、うん、っていう発作が起き上がってます。発作です。はい、あさってまちゃには5時から配信します。私も5時から配信します。あさって皆さんぜひよかったら、はい、見に来てください。大々的にかこ今日は朝5時から配信しますって言って、もうオープンにして頑張るっていう、うんうん、頑張るっていう作戦です。もう私は口にしないとできないので。こんばんは。朝のです。始めました。なんか今日マジでさ、起きます。この後さ、はい、ちゃんと配信できるか不安じゃない？絶対できないよ。押してるから。2時間。嘘、1時間。お料理。今まだ。だってさ、6時から投資だ。皆さんここから。そう、あ、6時からね。今も7時？まだ投資もなってないもん。あさって土曜日、10月1日は5時から配信します。ちょっと。はい。第1回目なのに全然時間決めてなくて本当に申し訳ない。こんな時間からやって、でもみんなそうですね。ね、え、起きます？そこ起きる？ちょっとここでやれば、こっちで。あ、でもこれはず、そこの上でやるの私。じゃあいいよ。なんかアミとマチャリンがいます。こんにちは。マチャリン、そこで誰の？これマッチャ、コミ、アミ。一個ずらしてもらう。と、あ、そういうとこですか。ああ、どうぞ。一個ずつずらしてもらって、え、立ちます？大丈夫？ごめん。いや、全然使ってください。どこに置けば？ここに置く？全然、あのできると思うんですよ。ああ、え、置く。あ、どうぞ。せいちゃんどうぞ。全然置けなかった。せいちゃんどうぞ。ごめんなさい。ありがとう。優しい人たちが。このアカウントが危ない。このアカウントが危ない。ねえねえ、ちょっと寒いから消してくれる？あ、冷房ですか、うん、よいしょ。さあ、私は何分できるんだろう。20分ぐらいできたらいいなと。え、意外と7時まで。あ、次のリハ。ああ、まあ、なかったじゃあ絶対7時までできるよ。次、すごいカタカタ言ってる。次のリハって何ですか？優しい世界。次のリハはもう多分、ね、チラッとさ、違う優しい世界っていう歌詞。違う、知らない、そんなことないよ。私と言ったの、私とコミス。もうさ、あれじゃない、もう投資じゃない。まあ、そっか。でもコミが帰ってこないからまだあのやってんだよ。あ、だから、え、長くないですか？だから長いんだよ。だからこういうことしてるから投資ができないの、6時から、うん、だって今日はあれでしょ、もうね、うん、今日は投資という名の投資じゃないからね。まあまあ、それはそうですけど、それはそうです。ありがとうございます。お星様いっぱい。入ってからが勝負だからね。入ってから、マジで配信スケジュール組めないね、この。アミの字めっちゃでかくない？設定すごいね、こんな風にできるんだ。こんばんは。コミちゃんまだリハしてます。すごい、なんかコミさんのファンの方、今来て見に来てた方が、なんでコミさんじゃない人が映ってるんだろうって思ってるんじゃないですか、多分ね。本当だよね。飛びちゃった。危ない。あ、タコありがとうございます。見てよ。うん、本当に今回ばかりはですね、3日間ぐらい、3日間だけなんですけど、3日間とも配信スケジュールが組めないっていう。そうなんですよね、びっくり、マジでびっくりしてる。だからさ、逆にさ、もうこういう時間にやれたもん勝ちじゃない？うん。そうですけど、言わないでください。なんでなんとなく、なんでまあそれはそうですけど。え、逆に何を作るんですか、料理？私帰って時間あったらゆで卵作ろうと思う。え、でもさ、ゆで卵、私は、はい、桃のカプレーゼを作ろうと思ってたんです。簡単だしさ、かわいい。ちょっとさ、夜はキッチンちょっとあれだからさ、うん、そうね、使いたくないよね、なるだけ言えないからさ、家族もいるので、うん、だから、あ、そうですね、実家暮らし、うん、昼間とかだったら全然いいんだけど、ね、昼間なんてさ、どないよね、私たち。リハーサルなので、流れ星、だから5時から、あさって5時から、明日はまだわかんないんですけど、明日はね、
明日も同じケーキ焼こうかなと思ってる。明日は明日のリハの時間によってそこまで早くないんですけど、明日も朝、明日何時からだったかな、私忘れちゃったな。こみちゃんはゆで卵だって。ゆで卵はてなってきてるよ。あ、今日はゆで卵をとりあえず茹でる。あ、今日はとりあえずカプレーゼを私作ります。あ、すごいこんなランキングのやつ出るんだ今回ね。わかりやすくポイントが出てる。皆さん星投げカウントお願いします。よろしくお願いします。星投げカウントお願いします。私桃大好き。でもさ、桃買ってもう4日5日経つの、ね、やばいじゃん。ちょっとだから、うん、あのしかも3玉残ってんの、うん、だから結構なんかコンポートにした方がいいよな、うん、やばい気がする。だからそろそろ、うんね、でも今日、あ、うん、今日桃食べ、でも配信リハ終わったらしようと思ったから、うん、帰ったら桃食べようかな食べる配信しかできないの私。そうだよね、なんか今回結構食べる配信しかできない気がして。食べる配信もいいじゃん。うん、そうね。明日は朝バナナケーキを作って。そんな朝時間、なんか1時間ぐらいできるから。え、そうなの。バナナケーキ1時間ぐらいでバナナケーキ作る。まあ5時とかに起きればできるか。で、いや明日はそこまで早くないと思います。そんなに早く起きなくて全然大丈夫だよ。え、明日何時。明日私で11時じゃない。私何時だった、忘れちゃった。全体は12時、え、1時、全体は1時もしかして。うん、ここ全中ではない気がします、うん、で私はその間の時間に、うん、今お家にあるものでサラダっぽいものをどうにかこうにか生成して食べようかなと思ってる。いいじゃん生成。まあ、あの最終日は、最終日ね、最終日は8時までじゃん、イベント自体が。そう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 、はい、でもさ終わり時間わかんない。分かってないんだよね。だから最終日が多分5時から配信するメンバーが多いと思う。あったくぴです。あったくぴです。私もやります。ゴンさん、いっぱいだるまありがとうございます。ハリーさんもありがとう。ハリーさん、あ、ハリーさんいっぱい、ハートもありがとう。お星様いっぱいありがとうございます。明後日のリハーサルが怖い、ね、あ、セブンで肉吸い買ってたの美味しかったでしょう。本当にね、食べてびっくりするくらい美味しくて、びっくりした。びっくりするくらい美味しくて、本当にセブンの肉吸い食べて。何肉吸いって。なんか肉のスープ、肉のスープっていうか、なんか肉うどんってあるじゃん、うん、のうどんなしって感じ。出汁が本当に美味しかった。もう食べたよって報告してくださってる方もいた。マジで美味しかった。豆腐とお肉が入ってて、そう、美味しかった。みんなこれ絶対ショールームするために部屋を確保してる。そうなんですよいける。あ、クロさん、クマちゃんありがとうございます。あと、あ、お茶にもこのリピ何回できるくらい上手い。 あら、クマ1個ありがとうございます。ありがとうございます。クマちゃん現在3位。3位、はい、すごいじゃん。あ、すごいね。もうあキープしたい。やばい、9位になっちゃった。あんだ、あ、帰ってきた帰ってきた。あ、帰ってきた。ミュートする、ミュートする、ミュート、ミュートして、ミュートします。大丈夫そう。あ、うん、はい、今からは、あの、大丈夫、大丈夫ですか。私たちは関係ない。こう、どうぞ、どうぞ。してないでしょ。うん、何ですか。あ、ね、大丈夫大丈夫わかりやすいジェスチャーをしてくれたわからないんです。だからでも私たち相当ない気がする。そうだよね。え、座ります。いけるかなと思うんです。あ、うん、ありがとう。いちゃった。ハニーさん、とっても幸せなリハーサルしてきたから、ありがとうございます。あ、さっきで、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。何のリハしてきたの。もう言えない。さっきこの人やりました。そういうちょっとね、いいギリギリのラインのことを言ってしまったんですよ私は。普通に、はい、もう
慣れてないからショールーム。そうごめんなさい本当に。私たちもすぐね。コミさんめちゃめちゃすごいすごかったんですよさっき。あっち。いや一番大事なマチャも映ってない。お前やすいません。すごいマチャリンと十五期さん。マチャリンと十五期さん。ね、マチャリンビズ十五期。多分気づいてないと思う。コミがいないこと。確かにマスクだしねすっぴんだし。誰がコミですけど。って言ってコミですよ。バレるよ。みんながねあのねコミだよって言ってくれればねコメントで。8位まで8000ポイントありがとうございます。今4人いるんです。ちょっと映ってないかもしれないけど。4人います。予約してよかったんですこの部屋。よかったね本当に。ありがとうございます。絶対誰が予約してるなって思ったんですけど、うん、意外とマッチャが予約したの？予約しました。いや使えない。あの空いてて。えこれ使いますか、うん、使いますよって何時まで使うんですか何時まで予約できますか10時え誰も予約してないんじゃないですかびっくりしました私たちは違う部屋予約してあったあだけど聞こえるんだよねあっちですか、ね、確かに絶対聞こえるんです、ね、絶対ダメです、ね、絶対ダメですダメだバレちゃうあの部屋意外と、うん、聞こえる、ね、聞こえますここが防音室だからそうですここマジボーンで、うん、あと開けた瞬間曲多分流れてるとねだからミュート機能がないとねミュート機能あって切るしかないっていうえ何作るか決めたうんもう言ってるうんあ言ってんの言った何作るの桃のハプレーゼセーターも私はなんか適当に作っていくからああ何個も作るってことメインは別にまだ決めてないあーでもそんながっつり料理配信できないから簡単に作れるね。そうなんだよね。えすごくないこの3日間さイベントなのにさ配信スケジュール組めない。配信スケジュール組めないの本当に面白い。え私明日揚げ物やろうと思ってるんだけど。えすごい。無理かな。え明日のさ夜は夜はできるよね、うん、多分。えなんかね。変わらなければ。揚げ物やったことないんだけど。うん、えなんかコツある？手袋つけてやった方がいい？油跳ねる？別に手袋なくてもできるよ。手袋ただ逆にじゃない、うん、え逆に溶けるくないけど、溶けるっていうかなんかダメダメダメ手でいいの手で、はい確かに食材軍手ででゆっくりポットって落とすポットへえこうやってあのエビの尻尾だったエビの尻尾を持って頭からつけて最後土を瞬間にパッてじわじわうわかっこいいかっこいいやったことないけどなめっちゃ怖いお母さん見てるすごい見てきた長袖でやればいいか。いや危ないんだって。そこまで。え長袖？だから火が長袖の方が良くない？なんか油跳ねとかちょっと怖くない？私油サムギョプサル焼いてるだけで跳ねるんだけど。あ自分のあだから違うどっちかだよ。やけどを守るか腕焼かれるの待つ。火が怖くてできないもん。気をつけてください。火が映っちゃうタイプか跳ねて油が飛ぶかどっちか。え何ならさ映んない？入れるときにゆっくり入れればゆっくり入れじゃあでも揚げ物プロじゃないもんプロまではプロではないんですけど何作るの唐揚げ唐揚げは作れますねそれは作れますね食べたことないのにビンゴみたいに作ってた箸使わないあのゆりんちではないあのチーバシ使えば大丈夫でなんかビンゴの時だったんですけどでも全然入れるときに、うん滑らすボットンじゃなくてそうですシュースパ スパだからシューでしょでちなみに揚げ物って食材は何を揚げるんですかね豚肉あやばいあやばいやばいコロッケみたいなあ充電します充電したいえ待ってコミ充電器持ってきた優しいありがとうマチャリンが小豆のエネルギーくれましたそう私のバッテリーねえ充電器とさ延長コードもらってこないそこにあるよあ借りますねえねえ一瞬開けていい持ってくればよかったミュートしますミュートしていいですか本当ごめん
出しちゃおう。15分経ちました、やった。何日、皆さんだいぶクッキー食べていい？いいよ、食べてください。皆さんだいぶ回れた人は回れたかな、どうかな。もっと私イベント2位なんだけど。すごいね、すごい、ありがとうございます、やさちん。今日夜配信リハーサル終わった後にやります。私とマチャリンどんぐらいできたかな。です、お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。え、2枚食い、それ重なってないよ、うん、こっち食べたこっち食べたなそういうことね、うん、ちょっとマネージャーさんにリハーサル状況を聞いてきました。大丈夫そうです。今私の頭の中では新チームでやる曲がねすっごい駆け巡ってます。わかる、なんかさリハーサル中ってさ、うん、もうなんかさそれがずっと頭にあるからさ気づかないうちにさ、うん、歌っちゃってんだよね。そう、やばい、危ないんだよね本当にリハ中の本当に配信って本当に危ないの、うん、え、家帰ってもさ消えなくない。うん、消えない、消えない。やってる曲が頭の中を溢れてる、やばいよね。私は昨日の朝一で振り入れした曲がもう頭から離れなくてずっと、うん、あれだった。朝一何したか忘れちゃった、ね、せいちゃんいなかった。あ、いなかった、うん、これ、あー、さっきね、アミが楽しそうに踊ってたからね、うん、かわいかった。ひーちゃんが韓国のお菓子をくれました。そう、食べた、私もさっき。美味しかった。カムサハムニダ。なんかあげるときに水分なくしてね、だってなんちゃんって。え、どういうこと。揚げ物、揚げ物の中身の水分をなくしてねってこと。ああ、そっち、油を切ってねじゃなくて、あ、揚げるものを揚げた、揚げ終わった後にってこと。え、何してんの、なんかすごい誰、何、え、おみ、あ、おみかさんおみかさん何してんの、なんか投げてる、そういうなんか実演会してんのかなMC をねやってくださってるスタッフさんの動きがねマジで面白い。マチアのメイトのままだ。はい、ほらね、はい、もうまだ51分でも機密情報が多い。え、爆発するってよマジで水分あると。え、ねえ、だからキッチンペーパーとか拭いといてからってことや。怖っ。え、これ見て、お母さんの手っていうお菓子だし。え、そうなの、お母さんの手っていう感じなの。本当になんかさ、オンマは宇宙人みたいなさ、お菓子めっちゃ流行ってない韓国、お母さんは宇宙人みたいな。サーティワンのフレーバーで一番好きなのはお母さんは宇宙人ですみたいな、うん、よく韓国のモッパンの方が。マイクしてないよ。J さん、クマちゃん、あ、違う、間違えた、タコさん、ありがとう。そういう名前のお菓子が多いってことなのかな。お母さん、お母さんの何々みたいな。4画面で見てると声がリバーブル、リバーブに聞こえる。どういうこと。なんか今こう、あ、今全く同じコメントを読、うん、私にも来た、私にも来た、受ける。4人のやつを見てくださってるんですね、ありがとうございます。なんか覚えてる4人です。えー、何作れるの。 あら、何、みんな得意。タワー、ありがとうございます。私また名前の呼び方を忘れて、待ってどんだけ私は上条さん、マジで毎回忘れる。上条さん以外読み方あんの。違うの、違うんですよ。新条さんってこと。神に なんだっけ、また名前の呼び方忘れ、ちょっと教えてください。神城じゃない、神城さんじゃない、新城さん。脂肪がちゃんと固まってからあげてねって。脂肪って何。あ、カンバさん、油ってこと。カンバさんじゃなくない、ママに聞いても。カンバさんだと思って、うん、え、でもあれだよ、衣つけるよ。あ、カンバさんか、カンバさんでいいのか。脂肪って脂身のこと。カンバさんでいいのか。カンバさん、カンバさん、カンバさん、脂肪、脂肪、皆さんが覚えてくださった。入ってこないみたいな。ありがとうございます。また。
何の話しました？脂肪なんかさ、ね、コメントでね、はい、脂肪がちゃんと固まってからあげてねって、揚げ物脂肪を固めるって何？脂肪固めるって何ですか？崩れないようにねってこと？脂肪に水分が入ってるからってこと？脂肪っていうの間違えたんじゃない？脂肪、脂肪じゃない、中身の脂肪だって。脂肪脂肪水分入ってないですよ。油分、中身の脂肪なんだ。だから私たちが料理、うん、専門用語わかんない。脂肪が脂肪じゃなかったりして。脂肪どういうこと？なんだろう。でもちゃんとママとかに聞いてからやる、うん、怖いから、うん、ママだったら得意そう。一回さ、親子丼作ったよね、一緒に。作った、楽しかった。意外とさ、簡単に作れたんだね。ね、美味しかったしね、うん、でもセイナともさ、ロールケーキ作ったじゃん。作った作った。あとバーム、あ、バームじゃない、なんだっけ、なんだっけ、何作ったっけ。オレオブラウニー。ああ、作った作った。ショールームだとさ、料理配信はい、しがちだよね。わかる、楽しいよね、誰かとやると。あ、でも私とセイちゃん、あ、そうやったね、はい、教えてもらったの、台湾の、はい、美味しそう。あのセイちゃんのお家にお邪魔して、そう台湾料理食べてみたい。おお、意外です。いや、意外ですか？意外です。あんま食べたことない。え、何が、小籠包は、小籠包違くない？え、小籠包台湾じゃないの？実際は台湾ではないんです、うん、あ、そうなんだ。でもタピオカ？タピオカは台湾です。同じ。ジンパイは？ジンパイも台湾です。いちご飴は？いちご飴台湾って言ってなかった？いちご飴って何ですか？あ、トマト飴？いちご飴。あ、いちご飴、あ、いちご飴めちゃめちゃ台湾です。ほら、そうなんだ。マチュリンのインスタに書いてあったよね。あ、そうです。めっちゃ見てる。嬉しい。一番さ、有名なご飯何？ご飯ですか？一番有名なのはタピオカかもしれないけど、ご飯は。ルーローハンですかね。あ、ルーローハン、あ、間違えた、小籠包じゃない、私が言いたかったの、ルーローハンです。小籠包も美味しいよね。普通に美味しいです、ね、だってさ、台湾コンサートの時にさ、チョコ小籠包食べなかった？え、チョコ小、あ、食べました。お部屋に来たよ、多分。え、絶対覚えてないの。覚えてないんですけど、多分あるかもしれないです。私喉めっちゃその時痛くて、やばいじゃん、本当に痛くて病院通ってたの、うん、え、なのにどうしても食べたっけ、チョコ小籠包食べたらもうチョコがまとわりついて、やばすぎでしょ。いや、今の話聞いて、チョコ小籠包食べたら脳がふわってめっちゃ治ったのって言ってるかと思った。いや、治るわけないよ、チョコで。これさ、なんかさ、韓国のお菓子って意外と甘さ控えめだね。ね、日本のがさ、すごい、うんうんうん、砂糖がまぶされてるって感じだったよね。バターが濃い、バターが濃い、バターが、イベントのペイ、ありがとうございます。マチャリンとお菓子食べるの？食べるときは食べますよ。何が好き？台湾で一番。何でも食べる。台湾の、台湾のですか？確かに。やっぱ味違う？日本のお菓子と。パイナップルケーキ？あ、大好きそれ。え、本当ですか？台湾でさ、食べたさ、多分台湾だな。え、台湾かな？マチャリンに質問してんのに、どんどんこっちが答えてる。なんかさ、クラッカーのさ、ネギ味みたいなやつがめっちゃ美味しかった。クラッカーのネギ味みたいなやつ。クラッカーのネギ味だね。あった、あった。そんなのあったよね。ネギがついてるクラッカー。あ、そう。あります、あります。あれめっちゃ美味しくて大好きだった。え、こっちがないんですか？カルディとかで売ってるかな。あ、長いね。あるんじゃない？こっちのクラッカーね。え、あります、あります。いや、クラッカー、クラッカー。ありますよ、ありますよ。あれ、あります、あります。あれめっちゃ美味しかった。本当ですか？え、なんかさ、台湾コンサートの時にね、ホテルで私とセイナが同じ部屋だったの。はい。したらさ、部屋にさ、お菓子用意してくださってたんだよね。いっぱい置いてあったのよ。え、そうですか。あれにあったよね、ネギがついてるクラッカーとパイナップルケーキと、あとなんか全然覚えてない、覚えてない、それが特に美味しかった。そうそう、美味しくてめっちゃ覚えてる。クラッカーは普通です。え、美味しいですか？美味しかったよね。なんか日本のさ、クラッカーって塩味とかが多いけど、なんかさ、ネギ味だった。そう、なんかより油、ネギ味、油とか、なんていうのかな、日本でいうさ、プリッツのサラダ味みたいな海苔。あ、濃かった。そう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 。やる？違う違う違う、ごめん、メンバーだった。私もびっくりした。びっくりしました。あ、ネギ、でもあれは普通、普通です。え、じゃあ日本普通に、じゃあさ、日本来てさ、一番最初に美味しいと思ったの何？この日本食美味しいってなって。でもそのサン、コンビニのサンドイッチが美味しかったんです。なんか台湾のサン、あの、いや、もちろん台湾も
めちゃめちゃ美味しいサンドイッチめちゃたくさんあるんですよ、うんうん、でもコンビニのサンドイッチあんまり、あそういうこと、ね、コンビニはやっぱなんか新鮮じゃないなんでしょう、その保存が効くようになってるから、そう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 です、だからそのそれがそう、えコンビニなのにって思った、こんなシャキシャキみたいな、そうです、普通のお店ならばの分かるんですけど、コンビニなのに、コンビニすごいもんね今、うん、私たちもびっくりする、コンビは何、ね、なんですかね、日本コンビニで生活できる、ね、分かる、あ唐揚げ棒、ごめんなさい、コンビニのコンビニ好きあ台湾のコンビニは多分揚げ物が今わかんないんですけど、はい、私の時代はなかったんです、あなかったんだ、お電話、お電話あるんです、はい、全然書いてない、全然書いてない、でも私戸籍抜かれたんですよ、えどういうこと、帰れなすぎて、はい、日本にもう日本の人にってこと、いやいやそう、そうでもないんですけど、なんか何年間書いてなかったら働いてないじゃないですか台湾で、うん、だからその収入がないじゃないですか、はいはいはい、税金払ってないじゃないですか、うん、収入がないので、うん、物理的に何も買い物とかもしてないので、うん、税金はあのなんか所得税払ってないじゃないですか、うん、でそれが原因でなんか何年間ずっと書いて1回も書いてなかったら、書いたら 1回払うんですよ、その何ヶ月間分の、全然書いてないから抜かれたんですよね、それじゃあ今何どうなってんの、あ何も、いや書いたら申請したらまだあの何ヶ月払ってもらえるんですけど、うんうんうん、一応今戸籍上私多分いない状態、どこにも属してないのあ、うん、かも、え分からないんです、でもまあ別になんか、いや今単純にその戸籍抜かれたくらい書いてないですっていうことを言いたかっただけ、え多分ね、あの全然困ってない、ここバカだから全然分かってないのいやでも私はこのシステム分からないんですよ、いや多分すごい難しい、気づいたら気づいたら、うん、もう戸籍も多分見てほらコメントもへえ私も結構最近知ってて、いやでも申請した1回書いて申請したらまだ、うん、あの、うんうんうん、もらえるんですけど、1回申請して3ヶ月間分のなんか払ったら、でもコミも他のところでなんか1ヶ月とかは生活してみたい、わかる、なんかさややさ留学したじゃん、うん、あはい、ジャカルタ楽しかった、ちょっと楽しそうだった、でもあれはやっぱ、ね、大人の人がいろいろ手伝って、うん、日本のスタッフさんがジャカルタにいたんだよね、あのあれだよ豆腐プロレスのスタッフさん、あ男性の方、そう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 、うん、あの目大きい優しい人、確かに名前忘れちゃった、その人とも JKT の名前、なんかめっちゃ何年か後に一回たまたまあの握手会の現場で会って、で今 JKT の名前そうそうそう、ええと思って、あだったかな、ね、なんだっけ名前、名前なんだ、あ確かにここ全員そうね、そう黒組、確かになんか有馬さんみたいな懐かしい話では、ね、違うよ、なんだっけ、えなんだっけ、大好きだったの、石大好きだめ、石だめ、そう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 あの台湾コンサート、あ違う違う、それじゃないよ、ジャカルタだ、台湾じゃないよここ話ちょっと混ぜちゃった、ね、ジャカルタでライブ終わった後に、うん、みんなでご飯行こうみたいになってたんだけど、うん、だからなんかそのスタッフさんも来るんだろうなって思ってたんですよ私たちは、そうなのになんかバス乗らずにこう見送ってて、僕はもう今日で最後、えそうバイバイ、なんでご飯でって言って泣いてた、私たちもう次の日帰るの、うん、最後の晩酌をする予定だったのに、うん、僕はもうここでバイバイみたいな、でなんかもう一生バイバイして、私も泣いた、アミさんが泣いたところ見たことないんですけどだってさ、プトフプロレス、そうです、ドラマ始まる前からトレーニングとかしたからさ、うん、そうね、2年ぐらいずっとしてたから、アミはね、よりね、そうだよね、そうそうそう、いつもさ、メンバーが好きなお菓子用意してくれてたよね、そう、もうマネージャーさんみたいだった、いや好きだった、すごい人、なんか本当に豆腐プロレスのスタッフさんがさ、うん、あの方と、うん、あと先生もさ、優しかったじゃん、めっちゃ優しかった、本当に2人とも優しかったじゃん、うん、あの優しい3人組じゃなかったら本当に頑張れなかったよね、できなかったよね、私だからさ、なんかさ、厳しい世界じゃんプロレス、うん、
だからさ、私たちのさこう機嫌を取るじゃないけどさ、なんか気を使ってくれてたのかなってさ、うん、そうね思うよね。やっぱ仕事とはいえね、食べ物の話したからお腹空いてきちゃう。そうでしょ、うん、コミさんすぐお腹すくんじゃないですか。すぐお腹すくんですよ。ほらもう7時までできたでしょ。私7時までできるって言ったよ ね、 やっぱ7時までできました。暑いよねやっぱ。あ、ごめん、私が空気清浄機弱にしちゃったの今日に。で私がクーラー消してって言っちゃったの。そっちで消しちゃったの私。そっち、そう寒かったから。ありがとうございます。ゲリラだけど見てくださってる。いや本当にゲリラでありがとうございます、ね。私たち1時間やったかな。コミずっと、ね、2時間ぐらいやったな。私も1時間ぐらい。え、マジ？うん、私で30分ぐらい。そうですよ、私もまだ10分くらいしか。マサ様ありがとうございます。クマちゃんじゃないと思ったんですけど。確かにしまってる。あ、私は6時10分2時間やってる。私たちすごい。そうですよ、すごいね。すごいですよ。すごいね。今日3時間できないかもって思ったら全然できそうな勢いでやってるね。私6時12分、あと10分ぐらい経ったら1時間だ。え、じゃあ私帰ってから配信できるレベルかも。あ、いや、リハが何時終わりかわかんないっていう。そうですよ、そうですよ。今めっちゃ押してるからね。そうなんです。ありえない、彼押してるんですよ今。びっくりしちゃうよ。え、確かに無理だな。え、メール送んないとね。そうだよ、もう2通送った。どうしよう。逆に今2時間も配信できたのが、うん、びっくり。だから2時間もやってんだね。いや、で途中私たちは一瞬いなかったから2時間もしてるけど、23時がどうなのか。いなかったり。このすごいバターがめっちゃバター。23時バターがめっちゃバター。こんなに配信できると思わなかったんです。なんかフルーティーダッシュして家に帰っても間に合わないなと思ったんですけど、思った。まさか配信してよかったんですね。もうそろそろ始まるかな。さすがに、さすがに、さすがに、うん。でもスケーチャリンが帰ってきた時に、はい、ラスト2曲ぐらいのあれだったの。ああ、ああ、確認が、はい、でそれ終わったら、うん、みんなでやるよみたいな。まあマネージャーさんが教えてくれるんだけど、多分時間かかってんだね、そのリハが。新しい振り付けかも。そうそうそう、今はちょっと、うん、振り入れ確認じゃなくて、うん、新しいところのちょっとなんか、ちょっとさっき時間が切りついたかも。いやそう、え、新しくなったの。いや、なんか既存の振りだったんだけど、ね、既存の振りなんだけど、あの移動しようみたいな。あ、結局できなくて、うん、あ、そういうことね。どうするみたいな。手がちょっと時間かかった。リハはねやっぱ大変だよね。なんかさ、こう演出の先生と振り入れの先生って違うじゃん、うん、違う。だから振り入れはこう先生が振り入れしてくれたんだけど、演出をつける先生がここの振りでこうしてみたいな。でも行けなくてどうしようみたいな、ちょっとね、そういう感じなんですね。そうよね、いろいろ難しいですね。まだね言えないんだけど、A の曲めっちゃ楽しみだよね。楽しみです。でもまだ、あ、せーのもだと、ま、あ、確かに確かに確かに本当に。でもまだ本当にてかこのキリア期間、うん、ちゃんとチームの人認識してくださって。さっきもえ、せーちゃん聞きました。そうだと思った。さっきも本当にひどかったんですよ。もう行ってくるね、ちょっと待って、私もって感じだった。え、呼ばれたから待ち、行ってくる、待って、行ってくる、携帯渡されて私もです、ちょっと待ってください、コミさん武道館楽しみだけど劇場公演なさすぎだって。そうなんだ ね、1日からね、ねえねえ、劇場で仕方ないんですよ、スケジュール出てないよね。いや、1日から9日まで休みみたいな。10日、あの、終わった後あ、終わってから、これは仕方ないんですよ、コンサートが。でもなんか、いつさ、発表されるの、いつありますみたいなやつは来てたよね。あ、それは4日とかに発表されると思う。あ、違う違う、待って、私が言いたいこととみんなが言いたいこと全然リンクしてない。1ヶ月は出てない。ファンのみんなに公表されるのはいつだっけ、ま、だ1週間前とか、うん、4日とかになる。そうですよ、だからまだ、そう、まだ私たちも知らないよね。何も知ってる、知らないです。私たちも知らない、次の公演いつなのか知らないんです。え、
じゃあ K はねめっちゃたまに来てんの、あの10月の公演スケジュールみたいな。あでも A もたまに来てるよ、ますよ、半月ごととかに。知りたくね、知りたいけどまだ決まってない公演も多いんじゃない。知りたい、あ聞いたわ私。聞けば出てくるでしょ。決まってないって言うけど大体決まってるじゃん。確定してないっていう。いいから教えてほしい。大体でいいから教えてほしい。大体でいいから教えてほしいんですよ。私聞いた、私もなんとなく聞いてる。はい、あ、A？ うん、え、覚えてるんですか。え、すごい、なんで覚えてるんですか。え、じゃあさっき聞いた。あ、さっき、そっか。え、A、A、A って、うん、あれそれってさ、A？ A って聞いたよ。あれ可愛いマネージャーさんに違うって聞いた。いや、あ、違う公演入ってた。 A そんなあったっけ。変わったんじゃん。変わったってこと。私 A の予定全然ないって聞いた。あ、すごい覗かれてる。来る？あ、来ない。じゃあまだ始まるって。いや、始まんないよ。まだ暇だから来ただけ。あ、ほんと暇なす。あ、大丈夫大丈夫。あ、ミュート、ミュート。はい、いいね。すごい。え、待って。はい、外しました。秘密タイムでした。私たちの秘密タイムでした。そろそろリハが始まりそうね。そろそろ、じゃあ全員一斉に読もうよ、13位から。そういうこと。じゃあ10、でもそれともプリレ終わってからってもういいんじゃないですか。今いや、でも絶対ギリギリに送ってくるよ、言うよ、始まりますよ。今すぐ、多分今すぐ用意してください。じゃあ念のため、念のため、じゃあ13位からマチャリンからこういこう、はい。あ、いいですか、うん、じゃあパーっていきますよ。あ、うん、13位をみんなで発表したいってこと。あ、そういうことか。はい、私の13位は林慎一郎さんです。 D 作さん、サトル、クロさん。はい、12位はトモさんです。ふみふみさん、エゾモさん、なかちゃんさん。11位はつばさんはなんちゃらさんです。オンさん、部長、ん、部隊長まなぶくん、ひげさん。10位はクロさん、クロさん、シンシン先生、ナイアガラさん、サミゾジロウさん。9位はズシミケンスケさんです。トシくん、タカボ、リバーサルマーとヒロスケさん。8位はマッササマさんです。カイスケくん、シヤキ、ユキダマユキキさん。7位はリニアさんです。クリス・ロナウド、モイさん、ナイトさん。6位はちょろい名古屋のタマさんです。おまめちゃん、ゴンさん、ホクトさん。はい、続きましては5位はおまめさんです。マサ様、クロさん、達也さん。めっちゃゴミのファンランキング入ってる。4位がケイさんです。クロ、マサ様、クーヤンさん。3位はシギタンです。マックスエイトさん、パニーさん、リュウゴンさん。2位はフーさんです。大輝くん、バッチ、三国志さん。1位はひろきちさんです。ジェイさん、ジェイさん、ガンバさん。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、今3位、
ちょっとまだ、あ、まだ終わないですけど、まだまだそうなん、ま、もうちょっと多分怖そう、急に呼ばれそうになってるかもしれないので。夫でやってる、夫ってやってます、ドゥンドゥンしてる、ドゥンドゥン、待って待って、開けないけど嫌なに対する、さすがに、さすがに開けない、いや開けるぞっつって今さっき急に上げたからさ、そうびっくりしたよ、伝わらなかった、なんかなんかこうやってやってたから来ないよって意味なのかと思ったら、音鳴ってないよって意味だったね、まだ始まってないよ、あ、そういうことね、ちょっと意思疎通ができない、一番敏感だからさ、音に対してね、どうなんですかね、できるのかなって、これクッキンスク選抜のクッキーになってる、元からこれだったっけ、何ですか、背景、背景、ありがとうございます、ありがとうございます。私ちょっと聞いて、はい、ミュート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 、はい、で、あ、もう終わります、はい、ありがとうございました、はい、またありがとうございました、23時からね、またリハ終わりやります。できるかわからないので。バイバイ。